長蘇壁軍庫、次川戦没釈用東度次川の戦いは、豊臣秀吉による九州平定の最中である天正14年12月12日に、島津家久率いる島津勢と、長蘇壁元下、長蘇壁信下府士、仙国秀久、大友義宗、東郷有穂が率いる豊臣勢の間で行われた戦い。この合戦は九州平定の初戦で、 豊臣勢が敗退した。大友総林天正14年4月5日、文後の大友総林は秀吉に大阪で面会し、島津義久が文後に侵略してきたことを訴え、救援を求めた。秀吉はこれを了承し、黒田義高に毛利の兵を総括させて先発させ、さらに、佐抜の戦国秀久を首相に主張蘇壁元地下、信地家の親子を加え、文後に出陣を命じた。 島津家久が文後に侵攻し、大友氏の鶴ヶ城を攻撃した。12月11日、戦国秀久や長祖壁のぶからはこれを救援しようと突撃側に陣を敷いた。戦略会議において、豊臣氏の軍艦であった戦国は川を渡り、攻撃するべきと主張したが、元親は火星を待った後活戦に及ぶべきとして、戦国の作戦に反対をしたが、 戦国は城を救うことが最優先であるとして、聞き入れず、東郷も戦国の主張に利がありとして同調した。このため、溶かして出陣することになった。戦闘は12月12日の夕方から13日にかけて行われた。先人の戦国の部隊が不意をつかれて敗走したため、長祖壁軍の3000の兵が孤立し、島津方の新色大前助の5000の兵と、 戦闘状態になった。元親と信口からは乱戦の中で離れ離れになった。元親は乱戦の中で戦場を離脱することに成功し、そのまま九州をも脱出し、伊予国の日降島まで逃走した。信口は中鶴河原にて戦うが、鈴木大前に撃たれた。去年22、二。信家に従っていた700人も討ち死にし、東郷も戦死し、 鶴ヶ城も落城した。先端を開かないように厳明していた秀吉は、戦国の命令無視と豊臣政権の権威低下につながる敗戦に起こり、戦国の佐抜国の領地を没収し、離島地戦に与えた。ありがとうございます。